なめだるま捕まりまして何回目なんだろうね。まあね、学習すればいいのにね。うちの息子が好きだって言ってたけど、何を感じているのかね。まあびっくりしたよ、息子見て。お前何の音楽聴いてんだって聞いたらさ、答えたのがさ、なんだっけ、あのマリオの歌ばっか歌ってる人、そう、なめだるまのことが好きだって言うから、お前こいつシンガポールに住んでてそんなありえねえんだろうと思って、で帰ってきて2人で寿司食ってさ、お前何なめだるまが聞いてんだよっていきなり言うわけだ。俺はだってさ、俺の噂なんかどうせネットで見てんだろ、あるかねえか分かんねえこと書かれてるわけだからさ、お前なダメなものはダメなんだって。そしたらなんて言ったと思う？パパ、僕そんなに悪くないよ、だってもうね、お父さん考えすぎ、ダメダメお父さんでしたね、本当にね、はい